私中学校時代によく閖上中学校の体育館で大会に出てたんですよ。でその時はすごいここに家がたくさんあって津波の被害って恐ろしいなって思いますね。すごいこの歩道橋が人がたくさんこう避難して助かった場所って言われてるんだけど、はい、これ以上ね高い建物ってあんまり、そうですね、あんまり私の記憶にはないので、うん、この歩道橋で助かった人がすごいいっぱいいるから、なんかここでこうやって助かりながらいろいろ流れてく様を見るのってすごい嫌な気持ちだなっていうか、悲しくなるなって思いながら、何もなくなっちゃったもんね。そうですね、本当に何もないんですね。ここが閖上中学校の非常階段なんですけど、すごく狭いから避難に来た人がどっと押し寄せるとすごい狭すぎてみんなは登れないので、ドミノ倒しに崩れていっちゃって、どうしても助かった人っていうのはそういうドミノ倒しになった人を踏んでって、どうし後からなんでああやって踏んでって自分は助かったんだろうって思っちゃう人がたくさんいるような図になってしまったのが、2人で歩いてようやく登れるくらいの、そこにようやく扉があるんですけど、そこの扉も普段は鍵がかかってて開いてないので、すぐに開けるって対応ができなくて、ここで止まっちゃう、人が止まっちゃうから下までずっと、はい、それのせいで人もどんどん倒れていくという状態になってしまった。ここが避難階段の一番上の部分です。窓ガラスが割れたまんまになってます。地震の影響もすごく下にこの床とかにも残ってる状態のまま4年間このまんまだったんですけど、こうやって見ると本当に狭いし、ここも空いてないから人がどんどんここに溜まっても全員入るわけがない状態なのがここに来てすごいわかります。この避難階段からは屋上に上がれない状態になっているので、多分この中学校の避難階段の構造を知らない人はもっと上に逃げたいし、焦りもあるし、後ろの人たちの心配もあるし、でここでがいろいろ思うことがあったんじゃないかなと思います。小学校に来ました。小学校に入ってすぐに見えるのがこの避難階段です。2階3階に普段から子どもたちが出入りするように玄関になっているので、保護者の方もすぐこっちだって分かったんですね。なんだ？授業参観とかでもそこを使ってたらしくて、さっきより広いのが分かりますかね。階段のこの段差もそんなにないので上がりやすいんですよ。あと何よりここが広いので突っかかることがない、人と人でもみくちゃになることがあまりなくて、ですぐ行ったところにここ玄関があるんです。横にはベランダがあって、ここも全て入れるようになっています。閖上に来た津波自体はそんなに高さはないので2階にいれば助かったんです。なのでこういう2階に来たベランダに入れるだけで多くの人が助かりました。
ったから。さらに羽ばたく鳥の形をした風船です。でここにみんなでメッセージを書いて飛ばします。夏の追悼の集い、みんなのこと忘れないよが始まりました。4年前の3月11日、大変なことが起きてしまいました。それからあっという間の4年間、私たちなりに日々生きてきたと思います。今年もまたこの日がやってきました。今日は風の冷たい中、こんなにたくさんの方々にお集まりいただけましたこと、誠にありがたく感謝を申し上げます。テレビなどでは震災から4年という言葉が使われています。まるでこの4年が何かの一つの区切りかのような報道にちょっと戸惑いを感じています。多分私だけではなく、大切な人を亡くした人は区切りなどどこにもないのだと思います。後ろを振り返っていただくと、今この町はオレンジのネットが一面に張り巡らされて、大きくかさ上げ工事が行われようとしています。もちろんこの場所も例外ではありません。まもなくかさ上げ工事に伴い、この慰霊碑と慰霊碑を守るために作られた閖上の記憶はこの場所を離れます。でもどこに場所が変わろうとも、私たちの思いは何ら変わることはありません。来年も再来年もできるだけ同じように子どもたちにメッセージを届けたい、この追悼式は続けていきたいと、そう思っています。娘たちが生きていれば、上の娘は今年高校卒業、下の娘は中学校3年生になります。どんな風に成長したかな、どんな顔でどんな声してたかなっていつも想像しています。でもいくら何度考えても、何度想像しても、震災前の姿、顔、声しか思い出せません。いずれかは子供たちが結婚して孫が生まれ、ほろぼろとした温かい生活を送るんだろうなと思っていました。でも今はそのどこにでもあるささやかな未来を叶えることができません。そんなどこにでもある何でもない当たり前の生活がどんなに幸せだったことかを今改めて感じています。最近ではいろんな場所で天災が起きています。また耳や目を覆いたくなるような事件、事故が毎日のように発生しています。皆さんにはどうやったら大切な人の命を守れるか、また大切な人の命をどうやって自分で守らせるかをもう一度考えていただけたらと思います。親より長生きしてください。それが最大の親孝行です。親よりも生きるたったそれだけのこと、それが子供を亡くした私たち親の願いです。4年前のあの日、この町には残念ながらサイレンが鳴りませんでした。サイレンがもし鳴っていれば、私たちの人生は大きく変わっていたのかもしれません。子どもたちにサイレンを聞かせてやりたいっていう、その思いが今年は叶うことを今信じています。まもなくサイレンが鳴るはずです。ぜひ一緒に黙祷をしていただきたいと思います。ぜひとも今日風が強くございますので。
体でしっかりと抱えておいてください。ありがとうございます。それでは風船の方受け取られましたら、皆さんのたくさんの思いを空に届けたいと思います。それでは始めます。3、2、1、届け届け届け。雨の夕日は心がそういない逃げる場所など何ことはわかる